9日に乗客乗員62人を乗せてインドネシアのジャカルタから離陸直後に消息を絶った格安航空会社スリウィジャヤ航空 SJ182 便のボーイング737から500型機はジャワ海に墜落したことが分かり10日朝までに残骸や人体の一部がジャカルタに近い海で見つかりましたスマトラ島ポンティアナ区域の SJ182 便は9日午後 スカルノハッタ国際空港を離陸した約4分後に急降下しました当局は軍の艦艇10隻ヘリコプターダイバーを出して海と空から行方不明者の捜索に全力を挙げていますジャカルタ警察はメトロテレビに対し今朝までに警察は2つの遺体袋を受け取った1つは乗客の持ち物もう1つには人体の一部が入っていた 地名は全然聞いたこともない南アジアの地で起こった事故だが飛行機は我々に馴染みの RB737 型機だ機体に急激な変化がなければ起こりえない落下スピードだった失速の兆候もない加速途上に突如として速度が失われ急激に落下しているなんとも悲惨な事故だ 詳しい内容はまだ分かっていないが、爆発起因で揚力を失い落下したのでは、思われる。